個性的なロボットを真剣な眼差しで操縦する生徒たち。創造アイデアロボットコンテストの徳島県予選は、鳴門教育大学附属中学校と城之内中等教育学校から合わせて16チームが参加しました。基礎・応用発展の2つの部門に分かれた競技では、およそ半年間かけて作ったオリジナルのロボットを使って指定の場所までボールやアイテムを運んで得点を競います。モーターや機体の大きさなどはルールで決められていますが、それ以外は全て自由。各チームが手塩にかけて設計したロボットたちの白熱した戦いが繰り広げられました。まあ、今までたくさん練習してきたので優勝できてとても嬉しかったです。まあ、一人じゃなくてみんなでやるっていう、周りの人がまあアドバイスとかどんどんしてくれるので、みんなでやるってことに意味があったと思います。競技を通じて自分たちの力で課題を解決することの大切さを学び、互いに切磋琢磨した大会となりました。